お疲れ様です、マッピーです。今回は白の塔の34回攻略していきたいと思います。今更かよって、いや、わかります。もうそのコメント書きたい気持ちはわかるんですけど、別にネタ切れとかじゃなくて白の塔の攻略を載せておこうかなと思って、うん、やっぱりこうね、34回からが難しくなってくるかなって個人的には思ってるんで、34回から40回を今更ではありますが攻略していこうかなと思います。もともと35回までだったんですよ、白の塔って。そこから36回から上もこう実装されてですね、でそれらがかなり難しいと。でその中でも最近ちょっとリニューアルされたりしてね、なんか一部難しくなってるみたいなんで、ここはね私が攻略してあげましょうということで、まあ、最近そうだな、オセロニア新章開幕して、で来年からやっぱりこう、来年からというかもうすぐ年末年始ということなんで、人口も増えるかと思われますので、このこれね、白の塔の攻略をねやっていくわけなんですけど、ただ攻略するんじゃなくて、個人的にねやっぱこう攻略の動画っていろんな配信者の人がもうね出してるんですよ。なんで自分にできる攻略は何かといった時に、ちょっと上級者向けの攻略をやろうかなと思います、うん、最近始められた方ってそもそも白の塔にやらないと思うんですよ。これやっぱこうダイヤ以上じゃないといけなかったりするんで、まあ、ダイヤ以上ってなると大体上級者かなと思うんで、はいはいはい、まあ、この上級者向けの白の塔の攻略ということでやっていきたいと思います。まあ、34回はこれプラチナマスターでいいのかなって感じなんですけども、ちょっと難しいんでね、これ34回のねデッキを紹介します。こちらです。これね、竜デッキで攻略する人もいるんですけど、一番適正なのこのね、サタンリーダーの吸収デッキなんですよ。吸収デッキが安定して回れます。でサタン持ってない人はこのデッキのリーダーをですねクイナにして、でサタンの部分をベベに変えるなんかしてもいいと思います。ただまあサタンが一番安定するかなって感じで、この吸収デッキで今回やっていくわけなんですけども、どういうフロアかというと、どういう内容かというと、呪いと混乱がやってきます。なんでまあ、この吸収でとにかく耐えまくって混乱も乗り越えて、まあ吸収吸収吸収して HP アドで勝っていくような、そういう攻略内容となります。ということでまあやっていきましょう。はい、白の塔の34階ですね。フロアは3つあります。でバトル1なんですけど、はい、いきなりね4呪い来るんですよ。ただこの4呪いというのが、これ10日のメヒストフェレスなのでリーダーを呪うと、リーダーというか一番左の駒か、一番左の駒を呪ってきて、さらにねこのなんだっけ、ネグルプレニルも左の駒に乗ってくるってことなんで、ここで初手出しできるサタンが非常に強い。でコンボスキルも強いんでね、こういう感じで初手出しして、しかもキャラ駒が溜まってるんで、このように、大きめに吸収できます。なんでサタンリーダーが一番適正というのがここから見て取れると。でここはうーん、まあ、クイーナ打ってもいいんだけども、ここちょっと特殊ダメージで攻めていきます。よいしょ、まあ、このコンボの吸収だけでも相手次パスになるっていうことを考えると、はい、こういう感じで吸収してね HP 回復して、でこの吸収することによって HP 回復するということは、突破した時の HP も高く保てるんですね。なんで安定して回れますと、はいはいはい、これで吸収しちゃいまして、ベルゼブブやってくる。でここもベルゼ取っちゃっていっかな。クイナのコンボが多分発動しないんかな。あ、でもこれクイナコンボ発動しないんだったらリーダーもう少し変えてもいいかもしれないな。さっきサタンリーダー、サタン持ってない場合はクイナリーダーにしてくださいって言ったけど、ちょっと変えた方がいいかもしれないですね。まあまあいいや、これ取っちゃって、よいしょ、吸収入れて、いい感じですね。今のところ危なげないな。オッケーオッケー。さあこれコンボ狙えると、普通に4枚返ししちゃって良さそうですね。どこ置いてもダメマスなんで、あ、でも D ごとかあるけど、 D ごとかあるけど、まあ、これはコンボしちゃって良さそうですね。よいしょ、コンボしちゃって、はい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 、なんだろうな、カドバフ多めのリューパーでも攻略はできるんですが、安定はしないんですよ。ってなった時にこういう吸収デッキが一番安定するかなってことで、今まで竜デッキでこの34回クリアしてたっていう人にとっては、まあ、この吸収デッキがおすすめですよということでございますって感じで、はい、めちゃくちゃ安定してますね。まあなんだろうな、攻略の手順というか、とりあえず初手にサタンを置いて吸収適当に貼ればバトル1は突破できます。はい、で続いてバトル2ですね。はい、バトル2、ドラストロリーダーということなんですけども、これ暗黒あると、あえて自分の手駒呪ってくれるんで勝手に削ってくれるんですけども、とりあえずね、はいはいはい、オッケーオッケー、オーバーロードと。でこのフロアはなるべく被ダメージを抑えて、突破したいんですよ。なんでこれダブコンにならないように、こうやってね片方ドラストロ取ってあげましょうと。相手は勝手に HP 減っていくんで、呪いでこれオーバーロードかけた上で呪いが自分に降りかかるとなったら、こうやってね豆腐みたいに削れるんで、適当に吸収してとにかく火ダメを抑える方向性でいってください。
バトル2は火ダメを抑えれば大丈夫です。はい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 。はい、ホルシー来ると、まあ、一回ここもね、こっち打っちゃって、よいしょ。陽子の力見せつけて吸収入れると。本来だったらね、この34回っていうのは昔はめちゃくちゃ難しかったんですけど、もう今だったら相当簡単なのかなって感じですね。はい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 。ありがとうございます。ちょっと待って。お休みモード忘れてたわ。お休みモード忘れてたけど、まあ、一回こっち打っちゃってよいしょよいしょ。打っちゃってっていうか、まあ、これどうしようかな。ポリシーにしよう。ポリシーにして吸収量を上げて、大きめに吸収して突破。OK。まあ、こういう感じですね。はい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 。まあ、非常に安定してる。うん。なんか安定以外の言葉が見つからないぐらい安定してますね。で、この最後のバトル3。この段階で、この、見てもらえば分かる通りね、HP かなり多いと。やっぱ吸収デッキにすることによってね、これ竜デッキとかだったら結構この段階でも HP 虫の息になってたりするんですけども、まあ安定して HP あると。で、これは、混乱が確か4枚全部に来るんだっけ。あ、あれ？あ、あ、2つ混乱状態。あ、こちら混乱になってるのか。なるほどな。これはね、F4 に来た場合は C6 から入っていくのがいいと思います。こうすることによって、アタタサタンのコンボスキルなんかをね、2回使える状況ができたりするので、初手はいつも私はここに置いてます。はい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 。で、このフロアなんですけど、とりあえず、できれば、混乱してる駒は打ちたくないですね。盤面重視でかつ、あ、これ、ほら、このようにね、混乱しちゃってるんで、こいつら置きたくないんですけど、ちょっと呪われてるんで、この場合は置いちゃっていいですね。しかも置くところも、そんなに問題ないので、この場合は置いちゃっていいです。OK。どっちに置いても角には取れるので。で、ここはしっかり吸収、よいしょ。はいはいはい。吸収異例の、で、相手が、はいはい、怨念ね。怨念が怨念と。で、ラス1のこの混乱が誰に来るかですね。ここは、アデルを取りたいんだけども、あ、アデル呪われたな。アデル呪われたんで、ここは、吸収できます。吸収というか、まあ、全部吸収なんですけどね。全部吸収だけども、まあ、ここは守護者打っちゃうと。あ、もうこの、見て、この、こんだけ HP やって飛ばされる気がしないとかね。ここモアパルデかな。はいはいはい。モアパールでやってくると。ここもモアパールで取っちゃっていいですね。いらっしゃいませ。で、ここで混乱が解除されの、アデルでいっかな。アデル打っちゃおう。よいしょ。アタック高いんでね、これでしっかりダメアド取って、で、吸収も入れると。あー、なんかな。安定という言葉しか出てこないな、これはもう。もうここまで来たらほぼ大丈夫です。あとは適当に投げとけば大丈夫です。オッケーオッケー。で、相手はこの、コンスタディーナ取れないので、コンスタディーナこっちでいくから。吸収入れて、はい、もう無敵要塞。飛ばされる気配がないですね。はいはいはい。で、こうなるとちょっとこっちの取れるところが少なくなるので、ここで少し大きめの火力出しておきたいけども、はいはい、ククルカとも、ククルカでいくかな。春の方が火力が出るけど、A に打ってあっち打たれたらパスになるから、ここはダメマス埋めましょう。あ、でもこれ F1 来たらパスになるか。まあでもだからこそ吸収ですね。だからこそ吸収入れといてパスされても耐えれるぐらいの HP を残しておきましょう。はいはい、混乱と。まあ、ここからパスになるんで、あとは吸収でご利用したいですね。もうこれ勝手に吸収入るんで、このサタンの。オッケーオッケー。このサタンの吸収が勝手に入るんでね。もうここからパスになっても大丈夫。で、なんならこれ相手も打つところないんじゃないかな。はいはい、これ怨念来るんですけど、吸収した分もあって HP で勝てると。こういう感じです。お互いに打つところがなくなって、まあ、勝つと。ちょっと S の引きとかかなり良かったんですが、安定はします。まあ、こういう感じで攻略できます。はい。で、最後に、まあ、ちょっとデッキ構築について解説ですね。やはりね、サタンリーダーがいいです。ちょっとこれ、コストとかさ、分かりにくくなってるな。34回のあれ攻略前だから分かりにくくはなってるんですけども、まあ、ちょっとね、この画面だとコストどれがマイナスされてて、どれがプラスとか分かりにくいんですが、とりあえずね、サタンリーダーが一番安定します。やっぱりこう、コストも下がってるかつ、まあ、すぐに切れる。リーダーということで、初手から出せて、で、あとは吸収すれば大丈夫と。で、ちょっと編成難易度は高いんですけど、まあ、もう少しね、編成難易度高いというか、その、強いデッキに仕上げることもできると思います。一応僕はこんな感じでやってるんですが、なんだろう、タオスとか、どうなんだろう。ちょっとタオス、あんま覚えてないな。タオスって何んだっけ？マカインかな？マカインなんて多分マイナスかな？タオスマカインだった気がするので、タオス持ってる人はタオス入れていいと思います。うん。まあ僕はタオス持ってないのでタオス入れてないんですけど、まあそういう感じでこういうデッキにしてますと。で、フォルシーユとかがね、確かコストプラスなんですよ。これ、闘神ってなってるんで、このフォルシーユなんかも変えていいと思いますね。フォルシーユを変えて、英語間の中身の、例えばこのコスト15のコンスタディーナであったりとか、アデルといった駒も S に変えれるような構築に、できると思いますので、
まあ、多分これが100点満点のデッキ構築とは言えないんですけど、100点に近いデッキではあると思います。まあ、とりあえずサタンリーダーで吸収を多く入れて、でコスト的にも余裕のある構築をすればとりあえずそれで勝てますっていった感じで34回の攻略でした。まあ、もし参考になったという方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。で次は35回を攻略していきます。まあ、その35回の攻略動画がいつになるかわからないけど、もしかしたらこの34回と一緒に出している可能性もあるんですが、まあ、こんな感じでね、白の塔の攻略を40回までやっていきたいと思いますので楽しみにしていてください。でそれでこの白の塔の攻略するので、しばらくはこの40回の攻略動画が上がりきるまでは、まあ、もしかしたら普通の動画、普段の動画が撮れないというか、まあ、その出ないかもしれないんですけど、まあ、その辺はね、いい感じに折り合いつけていきたいと思いますんで、応援よろしくお願いします。ということで終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。